ルイ6世、アンリ・ジョセフ・ド・ブルボン・コンデは、フランスの貴族。はじめは、ブルボン公で18、1818年に、コンデ公となる。コンデ公、ルイ5世とスービーズ公、シャルル・ド・ロアンの娘、シャルロットの第一子として生まれる。妹は、ルイーズ・アデラ・イド。1777年のシャニク祭の仮面舞踏会で、妻のバティルドが、 同じく舞踏会に出席していたアルトワ博の愛人の仮面を取ったところ、カットなったアルトワ博は、バキルドの顔面を殴った。後日、父のコンデコーは、アルトワ博に謝罪請求をしたが、無視されてしまう。怒りの収まらない父に促されて、ブルボンコーは、アルトワクに決闘を申し込んだ。そして数日後、二人は、ブーローニュの森で剣を抜いて、決闘をした。 決闘自体は、途中で、立ち会い人が割って入ったので、ブルボン公の方が、傷とも言えないかすり傷を負っただけで済んだ。1787年の名刺会では、父と共に出席し、あらゆる改革に反対した。1788年12月2日に、ベルサイユ宮殿に参大し、アルトワ博、父と息子のアンギャン公ルイアントワーヌ、同族のコンティ公 ルイ・フランソは2世と共に全国3部会の党数による投票に反対する覚書をルイ16世に提出した。1789年にフランス革命が勃発すると父や根気校と共にドイツのコブレンツに亡命した。1814年にフランスへ帰国しルイ18世を補佐するが1830年にサンルーの居城で死去した。 全裸のまま窓のイスパニア城で首を吊っている状態で発見されたが、足は床についていたので自殺であったかは疑わしい。一人息子のルイ・アントワールは1804年にナポレオン・ボナパルト暗殺容疑で処刑されたため、ルイ6世、アンリの代で、ブルボン・コンデ家は断絶、遺産は妻の、また老いにあたるフランス王、ルイ・フィリップのいつを、オマール公。 アンリドルデアンに与えられた。ありがとうございます。